れさえ処分してしまえば、あとは娘を適当に放り出して政界方面のコネでなんとか。女優どもが雇った便利屋、一体どうやってここに。これは不法侵入だぞ。待て待ってくれ、ミラならいくらでも出す。私だって被害者なんだ。マフィアに脅されて仕方なく。そのまま大ごとにせず娘を連れて帰れば1000万までなら出してやれるぞ。バカな、そんなことをしたらどうなるか。連中は裏切り者に容赦をしない。お前たちだって分かっているだろう。本当に何も知らないんだ。あくまで場所を提供していただけだ。ここで連中が製造していた動力 C 社も指示だけ残して、あとはなしのつぶてで、警察が取り締まりを始めた時点でとっくに町から去った可能性もある。そもそもどうして連中が最初から彼女たちに興味を示していたのかすら、あの脅迫状だって、それからなんとか遠ざけてやりたかっただけで。遊んでいたまえ。私はここで舞台から降りることにする。映画祭も皇太子が何とかするだろう。あとは勝手にするといい。
が有効だぜ。ガンガン行くぞ。財閥動。財閥動。さ、ありがとう。ダセーな。ダセーな。
私が相手です。それ悪いな、バンさん。こいつは効くぜ。どうしません。
は効くぜ。上げていこうぜ。行くぜ。慎重に参りましょう。
気張ってけよ。これだけ時間を稼げればマフィアなんかもうたくさんだ。このまま外国にでも高飛びして。せっかく仲良くしてたのにそんな寂しいこと言っちゃうんだ。あなたは釣れないな、ギャスパー・ディロン社長。ねえ、そう思わない？まあ今までよくやってくれた方だろう。ご苦労だった。祭りはせいぜい盛り上げてやる。ただし前座は務めてもらうぞ。お前自身の恐怖でな。ここはパレード。シャヒーナは